鳥取市立図書館は、鳥取市が設置する図書館。中央、持ヶ瀬、ケタの図書館3カ所を総称して、鳥取市立図書館と称する。また、移動図書館、中吉号、小玉号、ふれあい号、山並号、翼号で利用できる。資料を借りるのには、図書館カードを作る必要がある。鳥取市役所駅南庁舎内に併設されている図書館である。 2005年5月1日に移転をオープンした。中央図書館の蔵書はインターネットから検索、貸し出し予約、借りている資料の確認などを行うことができる。返却は持ち稼、受けたかの各図書館でも可能。なお、図書館が閉まっている時は玄関のブックポストに返却できる。また、定期的に職員とボランティアによるお話し会が催されている。 鳥取市持ヶ瀬町持ヶ瀬にある図書館である。返却は中央、ケタの各図書館でも可能。また、定期的に職員とボランティアによるお話し会が催されている。鳥取市ケタ町北浜三丁目にある図書館である。返却は中央、持ヶ瀬の各図書館でも可能。また、定期的に職員とボランティアによるお話し会が催されている。 中吉号、小玉号、触れ合い号、山並号、翼号が月に約2回、6コースを順番に定期的に運行する。一つの場所につき約20から60分の利用ができる。中吉号、小玉号、触れ合い号、山並号、翼号で借りた資料は、中央、持ち瀬、桁かの各図書館でも返却することができる。また、 一人十冊までの本を借りることができる。ありがとうございます。